本番いきます。よー、カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よースタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。防水機能があって夜間の暗視録画もできて Vlog 撮影もできて、バッテリー長持ち、画角も広い、いろんなところにくっつけられる。あと予算1万円以下でなんとか。今回はこういった機能が盛られたアクションカメラを紹介していきます。こちらでございます。表裏ボディカメラオープン。カードリーダー、リセットピン、マイクロ USB 充電ケーブル、取り付けパーツ、取説、すべて日本語。そしてこちらが本体、超ちっちゃいです。持ち運び楽々なミニカメラ。こちら、コンパクトなため、携帯性に優れ、長時間録画もできるので、大切なシンカーを逃しません。また、登山、スキー、ロッククライミング、サイクリング、ハイキング、サーフィン、車載カメラや空撮カメラとしても、場所を選ばずに使用することができます。カメラの基本スペックについて、このアクションカメラ、動画、写真、どちらもいきます。動画、画素数は200万画素、1920×1080p です。動画のフレームレートは 25fps、超広角、120度の FOV ボディカメラです。明暗差がある環境でも、ある程度鮮明かつ自然な色合いを表現。マイクも比較的高性能なマイクを採用。はい、動画のマークついていますので、こちらを押すことによって動画撮影をすることができます。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。今こちら、ボディカメラで撮影をしております。音声の具合はどうでしょうか？はい、ナビ。あうれしい。近い。肉球です。はい、写真の解像度は 4032×3024。こちらがカメラ。そしてこのアクションカメラ、防塵防水仕様です。小雨などであれば、耐久性は全然問題ありません。また、180度回転のクリップも付属品として付いております。ループ録画について、このカメラにはループ録画機能が搭載。記録容量がいっぱいになった場合、古い映像から上書き保存、一番新しい映像を記録していきます。充電しながら録画が可能。このカメラ、充電しながらも録画をすることができます。内蔵の 900mAh のバッテリーで約4時間使うことができます。さらに電源、壁のコンセントに接続することによって24時間録画が可能です。夜間は暗視撮影、3つの不可視赤外線ライトによって夜間でも鮮明な映像を残すことができます。操作はとても簡単。録画中に録画ボタンを長押しすることで暗視機能に切り替わります。この録画ボタンを長押しすると暗視録画モード。はい、どうでしょうか。監督ラボの監督です。ちょっと行ってみたいと思います。前へ進む。はい、では暗いところに行きました。暗闇でございます。ライトところ、ライトの効果、よし。はい、明かりがつきました。中、よし。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今明かりついておりますが、こちらを消すとこうなります。はい、専用アプリでさらに機能を拡張。専用アプリスポーツカメラ、こちら iOS、Android ともにダウンロードすることができます。 Wi-Fi に接続するとアプリ経由でスマホでリアルタイム視聴が可能となっております。アプリにアクセスすることで、さらにカメラの設定を制御したり、ファイル転送をすることもできます。1万円以下で買えるアクションカメラ。カメラの設定、操作、設置が簡単。たくさんの機能があって、初心者でも使いやすい小型カメラです。また、証拠の細密さを上げる、大変便利なタイムスタンプ表示も可能です。
さまざまな場面で使えるこのアクションカメラ、商品に興味が出てきましたらぜひ詳細をご覧ください。監督ラブの監督でした。また次の動画で会いましょう。めっちゃ軽いんですけど、すっごい小さい。ポケットにも簡単に入ります。本番いきます。よーい。携帯テニス、携帯長時間使用できるので、長時どうでしょうか。明かり、明る具合はどうでしょうか。 OK。